毛小ひだを目立たなくするマッサージです。危険にシワを作るというと、これが分厚くなっています。分厚くなりますので、こういう動きを避けることがまず第一です。うつむくと、この目から下のね、鼻にかけての筋肉の重さ、顔の脂肪の重さで引っ張られるから、どうしてもこの毛小ひだというのが目立っていきます。この辺のむくみを取って、この筋肉をほぐして動きをつけていくという方法になっていきます。で、口角を上げていくと、この目の下も上がっていきます。ですから、まず口角を上げるイメージを持ってマッサージを行ってください。で、指はどこでもいいですね。この柔らかいところを使って、このように内側から外へ、このように動かしてください。そしてこの、そうですね、頬骨があるので、その下をゆっくり優しくマッサージしてください。こう、内側から外へ広げるように。で、こういう感じでやっても構いません。で、この周りはこのようにさする、もしくは筋肉が凝っているのが確認できたら、このように内側から沿ってマッサージするか、もしくはこういうふうに揺らしてください。で、押さえたら、キューッと入っていくような感じがしますので、そこはもう顔の筋肉が凝っていると思ってください。で、こういうやり方でも構いません。目の周りですね、ちょうど骨のところに筋肉がついてますので、そこを緩めるように、内、目頭から目尻にかけてね、ゆっくり移動させてください。はい、そしてこのね、目が、眉間にしわを寄せるこの周鼻筋というんですけど、周鼻筋を緩めていきます。で、周鼻筋というのがね、この筋肉なんです。どこか分からへんときは、ちょっと目をこうしかめてください。そうしたら動く筋肉があります。それが、この眉毛の縦じわの作りますので、そして、この毛小ひだというのを分厚くしますが、これを薄くするために筋肉はね、縮こまらないようにリラックスさせます。この時にあんまりこうシワを作らない方がいいです。で、上向くとここのシワもできますので、ちょっとやや上向きですると、ここのシワが少なくなります。はい。で、あとはこの目頭ですね、このこういう感じです。眼球に入れるっていう人もいますけど、そこまで眼球に近づけるっていう人はいますけど、どうしてもやっぱり目にね、爪とか入ってしまうと危ないので、このどうしてもこの皮膚のとこだけにしておいてください。ここですからね、ここね、これが毛小ひだなんで、これを上げてやるにはこういう感じで行ってください。で、脂肪を燃焼させるほどのマッサージはできませんので、このむくみを取っていくというイメージを持っていただいた方がいいと思います。で、両手でねやる方法もあるんですけれども、的確にこの毛小ひだを捕まえるには、こういう片方同じ側の手でやった方がいいですね。はい、今日一番大事なところはこの手の動きです。で、こっちもね、こうしてください。はい、そうすると薄くなりますよね。あとはこの目のまぶたのむくみを取っていく、そしておでこのむくみを取って、耳の後ろからこうしてくださいね。あとはこのように体に流して、で、最後の仕上げにこういうふうに体ごと動かして、で、スッキリさせてもらうと
効果が長持ちすると思いますので、ぜひね続けてみてください。今日の動画はいかがでしたでしょうか。お役に立ちそうですか。もしお役に立ちそうでしたら毎日続けてみてください。そして難しいなと思うところがあれば、この動画の下にコメント欄がありますので、そちらから遠慮なくご質問してください。合わせてチャンネル登録もお願いします。お待ちしております。